リコマシンゴの無痛分娩大学院へようこそ、ね、今日で医学的な内容は最後になります。ね、あと3回、今日入れたあと3回ですが医学的な内容は今日は最後。ね、今日は、えー、チャプター5860、ね、までしかありませんからねこんなとこまで来ちゃいました。ね、妊娠高血圧症候群 HDP の無痛分娩は何に気をつける についいいいてて解説していきたいと思います、はい、まず、ね、妊娠高血圧症候群 HDP ですけど、Hypertensive Disorders of Pregnancy ということで、昔はね、妊娠中毒症と言っておりましたが、えー、名前がずいぶん前に変わりました。もう、若いスタッフの方、先生はもう中毒症自体がわからないですね。妊娠高血圧で覚えてると思います。で、この内容の詳しいことは、もう、教科書、他の教科書をちゃんと見て、 えー、勉強してください、ねえー、診療指針がありますのでそちらを見た方がいいでしょうね。でこの h d m p に対して無痛分娩をするんですがじゃなぜするんだということなんですけども陣、まあ、痛の痛みと、まあ、最後の土石によって血圧が上がるというのを危惧して、えー、この無痛分娩をすることによって えー、もともと血圧が高くてどうでしょうという病気の HDP の人がさらに血圧が上がらないだとかもうちょっと下げてくれるだとかそういったことを狙って、えー、無痛分娩が推奨されていいるということになりますでこれ診療指針ではグレード C で推奨されているのでめちゃめちゃエビデンスがありますよというわけじゃないんですがもうやってもいいんじゃないというふうに言われているというふうに お考えくださいで結構やってます、実際、結構やってます医学的適用といって、無痛分娩をやるときの、まあ、一番多いんじゃないかなと思いますね。でえー、とただ、ですね、えー、事前に血小板と凝固因子は確認して麻酔、まあ、をしてくださいと、まあ、麻酔というか、検証してくださいというふうにはちゃんと明記されていますので、えー、必ず血小板数と凝固因子はチェックしてくださいね。血小板数は、えー、GDP の患者さんは急に下がることがありますので、 もう外来で測ってるからいいやじゃなくてもう当日ちゃんと測ってその数値およびトレンドを見て、ね、トレンドと数値を見て絶対値と、えー、その減少傾向のカーブを見て、えー、お決めになってくださいでもう一つですね、えー、この HDP に対する、えー、無痛分娩は HDP に対して投薬をしていることがあるんですね例えばアスピリンを使っているとか えー、硫酸マグネシウムを投与しているとかそういうことがあるんですがそれはもう併用しても構いませんというふうに書いてあります、はいね、なので、えー、ちゃんとチェックをして採血をしてい、えー、ればお薬を併用してても大丈夫ということになります、ね、で実際行う時に麻酔法なんですがまあ大きく分けて硬膜外麻酔と CSEA とあると思うんですが こればかりは甲膜外麻酔単独の方がおすすすめです、ねえー、血圧が下がるからという理由ではなくて、ね、麻酔をすると脊きをすると血圧がスコンと下がるからという理由ではなくて以前ありましたね子宮下収縮を起こしやすくするともともと子宮体盤血流に何かしらの問題がある起こすであろうと言われている HDP 患者胎児に対して えー、子宮下収縮が起こるともういいことないですよねもうこれあの明らかなので、えー、子宮下収縮が起こりやすい CSEA を選択するのはお勧めできませんですから圧倒的に硬、えー、膜外単独をおすすめします、はい、でこの無痛分娩の管理はまあ普通通りにやるんですが 第2期短縮の目的でこちら酸化プラクティスですね麻酔ではなくて酸化プラクティスなんですけど第2期短縮の目的で機械分娩が早めに選択されるということが言えると思います、はい、ですからしっかり聞いてないといけないんですねでよくあるのがうちは無痛分娩は医学的適用にしかやっておりませんという施設があるんですが それ、かなり僕疑問なんですね。私疑問に思っています。それは、普通の無痛分娩をしっかりできてやらないスタッフで、この血圧変動とか、まあ、いわゆるバッチリ聞かせないといけないわけです。バッチリ聞かせないといけない。痛かった時にごめんなさいで、まあ、済まされないような無痛分娩を管理できるのかと。 いうにうに疑問に思っておりますね医学的適応だけやってますっていうところの無痛分娩見たことないんであんまり言えないんですけど普通に考えるとと難しいいいんじゃないかなか思いますねえそもそもですねえ普通の医学的適応じゃなくてもブレイクスルーペインを起こさないだとかすぐ対応してちゃんと効くようにするっていうのは難しいんですね。なのでえそれをえ医学的 適のの方にちゃんとやっていくってていいくうのはどこでトレーニングするんだろうとまあドクターはねどっかでしっかり学んできて戻ってくればいいんですけどスタッフはどこでトレーニングするんだろうというふうに、えー、すごく疑問に思います、はいね、そしてこの、えー、ブレイクスルーペインへの対応というのはそもそもですねドクターだけではできないんですね。 ちゃんとジョサンさんがこう教えてくれないといけないのでもう全体的に痛くない無痛分娩っていうのはどうなかなか難しいと思いますで一つだけ言えることはめちゃくちゃ効かせてしまう分娩進行が止まるぐらい効かせてしまうということで痛みを取るっていうのはできるかもしれませんなのでめめちゃめちゃゃ痛みを取って 運進まないい手をせっかここういうことだったらできるかもしれませんねなので、えー、HTP の無痛分娩だけっていうよりは全体の無痛分娩いろんな無痛分娩をやって、えー、能力が上がった時に初めて医学的適用の無痛分娩ができるんじゃないかなと私は考えています、はいね、いかがだったでしょうかしっかり、えー、検査採血をして、えー、無痛分娩をやってしかも慣れた ね、ちゃんと慣れてる施設先生でやってくださいねということになります。はい。ね、今日の内容が分かりやすかったよという方はいいねボタンをお願いします。またチャンネル登録していただけるとハガミになりますし、えー、これまでの動画をしっかり見て勉強することもできます。ね、コロナに負けず学びを止めず頑張ってまいりましょう。じゃあ。